ジャパンラグビートップリーグ2008-2009は2008年9月5日から2009年1月8日まで、レギュラーシーズンまで行われた。リーグ戦1位の東芝ブレイブルーパスが、マイクロソフトカップも制し、2シーズンぶり4度目のトップリーグを果たした。ジャパンラグビートップリーグ2008-2009の、参加チームは、下表の通りである。昨シーズンの結果、リコーブラックラムズ、 三菱重工相模原ダイナボアーズが地域リーグに降格し、近鉄ライナーズ、横川武蔵野アトラスターズが地域リーグから昇格した。トップリーグの結果、13位日本 IBM ビッグブルー、14位横川武蔵野アトラスターズのトップイースト11への自動降格が決定した。以上の結果、1位リコーブラックラムズ、2位のホンダヒートがトップリーグに 自動昇格3位マツダブルーズマーズのトップリーグ入れ回線への出場が決定した。以上の結果1位トヨタ自動食器のトップリーグ入れ回線への出場が決定した。規定によりトップリーグ11位福岡サニックスブルースがトップチャレンジ2.1位のトヨタ自動食器とトップリーグ12位九州電力宮殿ボルテクスがトップチャレンジ1.3位のマツダブルーズマーズと 入れ替え戦を行った。入れ替え戦の結果、福岡サニックスブルース、九州電力宮殿ボルテクスのトップリーグ残留が決定した。2008から2009シーズンの年間表彰式は2009年2月9日に実施された。トップリーグ優勝チームフェアプレーチーム賞、ベストファンサービス賞、トップリーグ功労賞、トップリーグ MVP 新人賞最多トライゲッター。 特典王、ベストキッカーベストホイッスルマイクロソフトカップ MVP。ありがとうございます。